花火大会になってる。映ってた？映像見てない。切り抜きみたいなのだけ見たけど、見た切り抜きはあんま映ってなかったから、あんま映ってないなと思って。横向き何もしてない、くくってるだけやで。そろそろここが伸びてきた。レイヤー入れたいな。でもレイヤー入れたら邪魔かな、髪の毛。お姉ちゃん今レイヤー入れてんねんけど、アレンジする人は邪魔やでってしたから、入れん方がいいかなって思うけど。でもな、レイヤー入れてたら巻いてる時可愛くない？だから公園の巻いた時とかがめっちゃ可愛いね。あとおろす量をさ変えれるからさ、かわいいやん。カメコあんまなかった今年。今年っていうか今回。まあそもそもさ、マパがな出てるとこあんまないから。次世代は規制のとこ取ってほしかったけど、カメ子はあかんかったから。せっかく規制やったから、トゥルーパーパスのこれをみんなで取ってほしかったって言ってて、イントロのな、あの入ってきてポーズしてるとこがあんねんけど、ラストもしてんねんけど、取ってほしかったなって言ってて。せいかさんのハイエイトチョコにできたってことスカヒラ。1枚だけカメコでさ、ネイル映ってた。あんな遠かっても見えるもんなよな。あ、アーカイブ明日からね。え、そう？アナウンスはなんか多分初日のライブがなんか不明確やったから、それ以降はもうはっきり言うようにって言われてたから、一応言ってるはずないけど。プラカード、センボールよかった、届いたん。私さ投げてん見えてたから。けどさ、よう考えたらさ、私ハンドボール投げ7メートルやってん。届くわけないよな、そら。で前の人に飛んでたからさ、無理やったかなと。そういえば飛ばんかったわ私。っていうことに2日目で気づいた。ああ違うメンバー、あなるほどね。フリスビー、フリスビーは飛んだ。今日のネイルは変えてないよ、いつも通り。明日公演やから。
せっかくラメもつけて頑張ったからさ、ガンも落としたくないなと思って、このな凹凸を減らすのにものすごく時間がかかったの。数日かけてこの引っかかりをなくしていったからさ、どんどん。だからちょっと取りたくないんですよね。でも爪長いの好きじゃないからさ、早く切りたいねんけど。でも長い方が生えるやん、だから伸ばしててんけど。え、やだな、アミちゃんがサクちゃんの、これなんなん、さっき見つけてアミタンがあってコメントで、何、どれ、どこで、どのアプリで、どの写真をどう、どれですか。あー、なんかドーンってするやつ。個数足りひんちゃう、だって何人おると思ってる、えぐいで人数。だからちゃん普通に使う必要がないと思ったんじゃん、えいって投げたら済む話や。だって夏子の写真、夏子の、あー、え、夏子、あれ分かれへん、夏子の写真を出してたって話ね。いや、なんかの本買ったポストした時のコメントに書いてあったからさ、アミタンがこの本読んでんのと思ってさ、びっくりしてん。アミタンには早い、若いうちすぎる。浴衣の写真、あー、え、カメ子、私の二人で写ってるってこと。と思ってさ、さっきアミタンのポスト見ててんけどさ、なんか、え、びっくりした、さすがにアミタンがあの本はびっくりすると思って、えってなったら、さすがに違ったんですね、違えちゃった。確かに1歳しか変わらんのか、赤ちゃんやと思ってた。公式写真、へー、どういうこと？ピンってこと？どういうこと？なん、ど、ん？どれ？どのアプリか言ってくれたら早いんやけど。どういうこと？もういいわ。とりあえず本じゃないやろ。なれば。じゃあね、びっくりしてん、さっき。ランダム写真。紺色の浴衣。生写真？どういうこと、どういうこと、もう分からんわ、いいわ。別に公演の時ネイル外さなあかんって言われてないで。生写真は分かったけど、生写真をどう使う時にどうポスト、ポストじゃないかもしれんけど、使ったんか分からん、なんか何にどう使われたんか分からへんから、ちょっとよう分からんから、もういい、この説明では無理な気がする。先週読んでた、いいな。なんか本屋さんわざわざ行ってさ、買いに行ったけどさ、売ってなかった。めっちゃでかい本屋さんやったやん、なんか調べる機械みたいなのもあって、売ってるやつ発見して、発見って、あの紙が出てくる方の発見して、行ったけどなかった。ふるさん、あ、そういうこと、ランダムを、あー、なるほどね。自分が持ってる、ん、買って開けたら私が出たってことは、なるほどね。何の話かと思った、そういうこと、んー、そういうことか。あ、電子書籍派なんや。髪の毛伸びたら、ここまでだいぶ伸びた。なるほどね、どういうことかと思った、そういうこと。あ、引いてたってそういうこと、地引きしたってこと。
なるほどね。あの私の SNS から写真を引いてきたかと思った。そういうことか。なるほどね。いつでもいいけど黒島でいいん。黒島が当たったから黒島じゃないと知らないけど。こんなんでよければ劇場に私は常にあの何ネームペンを常備してるから、いつでも。写真を引く、いや写真を引くって言ったら引用するやと思うやんか。ん、どっち、この場合はどっち、オタク用語なのかの方はどっち、なんて言うやろ。逆に当たったって言うわ。誰々が当たった、くじ引きを引くの感覚。いやそれなら分かるんけど、なんか生写真をアミタンが買って開封した時に黒島ちゃんが出たよやったら分かんねんけど、なんかアミタンがサクちゃんの写真を引いてたよって言ったから、どういうことってなって。そう、博覧会なんか書いてる時間ないねんけど。なんか何しゃ、なんかいっぱいいっぱい出てきた。うまくな、まず博覧会な。か絵描きたいけど時間ないね、ほんまに。そもそも受験生やから、次の受ける夏休み明けのテストで受けた点数を学校に持っていくねん、高校の。だから割と重要なんやけど、勉強する時間ないからいろいろあって、だからそもそもそこでやばいのと、あと学級聞かなあかんやろ。で提出物で出したかった、別に出さん、それはギリ出さんでもいいけど、なんか絵描くやつがあんねん。だからそこで排除された、いなんかった、出さんかったやつはあれに持っていけるけど、そもそも書く時間がないから、なんか自由提出やねん、任意みたいな。だから別にやらんでもいいから、最悪時間なかったらやらんし、まあ、1枚書いてるし。青の浴衣、あれなんか似合ってない。いや衣装は可愛いねんで、衣装は可愛いねんけど顔が可愛くない。写真撮る人が悪いんじゃないで、なんかそう他の人は可愛く写ってるから。違うで、衣装も写真の人も悪くない。あ、喋ったん、キラ先生。キラ先生おもろいよな。何も喋ってないわ今回。あー一回だけ喋った、あのおたげやってたやん、バータリ号の感想で、あのおたげするとこがあってんけど、ほんまに脇腹筋肉痛になるくらい頑張ってたんけど、一番1200って言って、なんか舞台上を平場って言うんだけど、その舞台上の一個上の段のもう一個上のとこがあんねん。でそこがめっちゃ目立つから、で下が9期やから超パワフルやねん。だからそう、あの思いかかってるからねっていうのは言ってた。結局でもな、あれ怖いねん、言い訳ないけど。頑張ってたんですよ、一人で鏡の前でおたげして。けどちょっとね、私なんかライブの高いのちょっと無理になってきたかも、急に。なんか落ちてからさ、あ物理的に落ちてからさ、なんかその一番上のとこじゃなくてもう一個下のとこでも怖いもん。でも下向いたらさあかんからさ、
ちゃ怖ない？ハミタンが足ハマったハマったん？でもな、一回私高いからさ落ちたらだって怒るやん。そんな落ちたらそりゃそうやんな、ライブ中に人が落ちたらそりゃ大事故やもんなって絶対言われるやん。から落ちたくなかったの、自分の怪我以上に。から絶対落ちたかと思ってたから真ん中でしか踊られへん、ほんまに怖いから。で真ん中真ん中ってやりすぎて足踏んで一瞬焦った。多分2日目のサマパのラップタイム左足踏んだ、危なかったほんま。うん、1枚書いてるけどなんかあんま気に入ってないから出せへん。全然気に入ってない。なんかやっぱり私あんまり絵向いてないと思うんだよな。なんか博覧会博覧会って言っといてないけど、17分からへん。17なんか17なんかもあんま分かってないし、そもそもの説明がまだやから。え、明日やったっけ、明後日、し明後日、分からん。もう今日が何日かも分からん。18で今日もう分からへん、何も分かってない。もう何も分からないけど、とりあえずなんかマネージャーさんが前にいながら1時間配信するっていうのだけは分かってる。その時間めっちゃもったいなくない？え、受験生なんですけど、なんか課題持ってきたい。え、絵描いてたらあかんかな、1時間。ほんまにもったいないんだけど。今日日曜日なんや。そうやで、行かなあかんの。あさって、え、20日とかやったやんな、多分。そんな、台湾の会社、あ、そうなんや。あんまりもったいないねんけど、スケッチブックに書いても提出できん。あれよ、四つ切り、四つ切り、どっちか覚えてないけど、なんかでかい紙。じゃあ四つ切りちゃん、でかいんやったら。浴衣生写真かな。浴衣いっぱい着てるから、どの浴衣か分からないな。 TikTok の浴衣か。しかもさっき浴衣 TikTok 投稿したし、もう青やし、生写真の方かな、このあれは。いいんだけどね。近重さんの前で恋愛相談の受付、ないかも。え、なし寄りのなしかも、めっちゃ。え、そうよね、宣伝となんかやらなあかんやろ。え、もうなんかそういうのもさあんま分かってないから、ちゃんとさ説明してほしいねんな。なんかあんま分かれへんねん、これアプリもなんか入れたけど分からんし。宣伝とアンケート、ポケ、ポケ、ポケって読むん、これ。あかんわ、英語読まんとこ。え、そうね、宣伝は知ってる、アンケートもせなあかんの。え、それで浴衣さ、今年初めて一人で来た。いや、来たことあったんやけど、今年初めてちゃんと着れた。ポーク、ポークって何？四つ切りかなりでかい。え、じゃあ四つ切りかな。かなりでかいで、こんくらいって言っても分からんか、配信で。
そんな部屋に四つ切り転がってないよな。意味は知らん。え、英語？普通の単語？それでライブ終わったかと思ったら夏休み終わりやで。え、メイク配信ヘアセットはギリいけるけど、別に見られててもいいけど、別に見られてるから無理ってことはないけど、そもそもの鏡がでっかいの実際になるやん。だから無理。私鏡ないと無理やねん。だからああいいねするみたいな感じ。どういうこと？いいねすんの？え、アンケートちょっと待ってな。宣伝とアンケートとポーク、どこにいいねすんの？もう分からん。もうこれは説明してくれへんのが悪い。学級期書いてない。だって昨日ライブ終わったとこやで。ほんで明日公演やで。で明後日からやっと学級期やで。でも学級期なんか書いてる時間ないから、私は人に指示しといて自分書かないから。うん、時間ない。単語一斉ボ見に来てくれる人にってこと？配信の中でってことか。なるほどね。宣伝とアンケート、さすがに説明してくれるやろ。なんかいつまでにとか言われてたらもう分かれへん。いやいや、鏡戻せんの。それに見られたくないねんけど。でっかい鏡置いて塞ぐ、視界に入らないように。音聞こえるのも嫌やけど、超でかい鏡持ってって。ライバーがリスナーに送る軽い挨拶。うん、分からん。挨拶しろってこと？まあ配信中のあれは近重さんが言ってくれるやろ。そのためにおるやろ。配信前にやらなあかんのを分かっとかなあかんや。それどころじゃないんやけどな。もう一回調べるわ。これいない。提出し終わったやつ。前回まではライブの、ああそういうこと。そのライブか。なんやろな、なんかついてんねんけど。腰痛の人しんどいやろな。そういえばアンジェさん腰痛いって言ってたな。イワシがいいらしいですよ。
アンジュさんがさ腰が痛いねんなってトントンしてたからさ、あいかわいそうと思って調べたらイワシがいいらしいです。もうなんかビタミン何々がみたいなやつはもうさすがに覚えきれんかったけど、イワシだけ覚えてる。なんか他にもいっぱいあったけどイワシだけ覚えてる。イワシを食べてください。食べ物で治らんかもしれへんけど、イワシを食べてください。もう頑張って治してください。アンジュさん写真撮るときにな、2回自分から声かけてん。初日のサマパと次の日のサマパのオープニングで撮ったんやけど、チーム衣装の時に自撮りしてたね。でそろそろ自撮り終わった、もう舞台袖行っとこうかなって思ってる時に、なんか引っ張ってってくれて、アンジュさんが写真撮ってくれたんやけど何も喋ってないです。同じになるかなと思ってってアンジュさんは喋ってくれてたんやけど、私は何も喋らず、マッサージ無理、私人に触るの無理やから。筋肉痛なってないねんけど、なんで？すごくね？筋肉痛やったのが昨日の運動で治ったとかかな。すごくない？何もどこも筋肉痛じゃないかも。マラソン昨日、マラソン一瞬さ考えてんけどさ、なんか出たことあんの、4キロしか走ってないけど、なんかそれ3キロやったっけ、なんか分からんけどミニマラソンみたいな、家族マラソンみたいなやつやったけど余裕やってん距離は、そんなレベルじゃないけど、なんか「アンジュさん出るし頑張ろうかな」とか言ってたけど、なんか一回さ出たらさもうマラソンキャラになるやん、だからずっと走らなあかんくなるやん、絶対負担になるからやめようと思ってやめました。もう走るキャラはつけない方がいいかも。ついてる人に申し訳ない、それはかっこいいねんで、めっちゃかっこいいねんけど黒島は無理そう、全然筋肉痛なんで。いやおたげの脇腹なんか鍛えるとこないろ絶対、だから毎回筋肉痛やったけど、筋肉痛やったのが激しい運動により治りました。だから筋肉痛になった時はそこを動かせばいいということです。コンサートのメイクやってくれるよ、全部。髪の毛は全部やってくれる、でやりたいとこは自分でやっていいよって感じ。あお父さん走るでフルマラソン、あーまだなんか何応募したけど当選したらな走る。やってくれんで、なんか前髪にこだわりある人とかアイメイクにこだわりある人とかってさやりたかったりするやん、もうベースから全部やりますっていう人もおんねん、自分で逆に全部やってくださいっていう人もおんねん、だからなんかうんちょうどいいとこまでやってくれる。でも研究生はフルあれじゃないとあかん、メイクさんじゃないとあかん、フル全部。前髪とかも自分で切ったあかんねんを忠実に守るために、私は前髪日記をつけててんけど、毎日切ってないですよ私っていうのをアピールするために、なんか巻きのさあれでさ加減でさ短く見えたら嫌やからさ切ってないですよって言うために、毎回お風呂上がりのまっすぐなとこを写真撮っててんけど、懐かしくない？めっちゃ。あ、そうなん。
日曜切ったらあかんで、そっから理由というか、なんか何、理由じゃないわ、ルールが変わってなければ前髪は切ったらあかんはず。変わってたら知らん、だから今は変わってんかもしらんし、普通に聞いてない可能性もあるけど、ほんまは切ったらあかん。私は切ったことない、昇格してから切った。ピース多い、だから何、それで切ったらあかんらしいで一応って初期に言われてたから、私はいつもそうだった。今は変わったんかもしれんな。じゃあ今のは知らん。超高め、え、パイナップルみたいなってこと。前髪のこだわり別に何でもいいかな、できれば崩れにくいようにいっぱいケープ振ってほしいかなぐらい。あとこれがなんかちょっとこっちに入ったら邪魔やから、それだけちょっとなんかあんまりうちに入ってこなければ、どうせ汗かくからなんかあんま何でもよくないってなる。でも最初くらいは綺麗にしたいからケープだけ振っといてほしいなってなるけど、別に何でもいい。だからやってもらう時もあるし、自分でやる時もある。時間があればやるけど、それこそマネージャーさんに見られてたりとかしたら嫌やからやってもらう。ほんまになんか手元動かしてる時に見られたくないっていうのに見るから、うん、ご飯も食べてるとこも見られたくないからって言って、わざわざ一人になれるなんか配信の場所に行って食べてんのに見られたら食べられへんから、ほんまに時間ないからさ、公園の前とか特に、ほんまに見られたくない人やね私。お姉ちゃんのレイヤー、え、なんか短い、あ、なんでさんより、み、分からん、インアンジュさんくらいじゃん、覚えてない、会ってないね、もうそもそも今日帰ってくるらしい。一人暮らしやからさ、もう全然帰ってこへんからさ、髪の毛の長さあんまり知らんねん。ただレイヤー入れてたってことだけ覚えてる、長さ覚えてない。でレイヤー邪魔やでって言ってたのは覚えてる、なんか邪魔っていうかアレンジする人は邪魔やろうなって。まあ、邪魔やったら髪の毛切るわ、またボブにする。でも卒業式ロングがいいねんな。もうレイヤー入ってないロングでポニーテが良かったけど、最なんでコスプレイヤー急に。なんで見られんの嫌って言ってんのに見るんやろ。写真撮るためにロングにするんじゃなくて、普通に写真じゃないわ、卒業式の時にポニテにしたいからロングにするだけ。なんか写真撮りたいからとかじゃなくて、ピシッとしたいねん。ポニテなんかお弁当食べる、かわいいな、覚えてるわ、アンジュさんの覚えてるわ。あの時のアンジュさんもかわいかったよな、ずっとかわいいけど。でもマイさんも演技うまかったよな、すごいよな。独特やな、
あれ蓋閉めて座ってんのかな。開けてたらだいぶキモない。閉めた上にでも座ったらなんかミシミシ言いそうで怖ない。どうやって座ってんねや。なんか引いてんのかな。だって服でさ開けて座ったらだいぶキモくない。めっちゃ嫌じゃない。だからといってこうやって座っててもなんかちょっとさ嫌やん。あとホコリかぶってそうやん。どうやって座ってんねや。ストレートポニーがいいねんな。中学生やからさ、あんまり巻きでギルギルって感じでもなくて、下ろしてなんかギルギルみたいな感じじゃなくて、しっかり終わりたい。節目やから。蓋ないとこあんの？きっしょ。え、いやいや、めっちゃ飛ぶねんで、流すときってめっちゃ嫌。いや私もお手洗いでは無理。食べたくないかも。口に何かを含んだ状態で行きたくないわ。え、嫌や。そうなん、蓋ないん。えぐ、飛ぶで。壁にも触られへんよそれ、飛ぶから。綺麗好きじゃないで、部屋見たらわかるけど。なんか外で気にしすぎて家の中なんかそれどころじゃない。え、駅の手洗い使ったことない。なんかあんま好きじゃない。っていうか普通に駅におるとき急いでてっていうか行き急いでるから時間的には余裕ないけど、行ったことない。私楽屋とかでもさあんまり机汚さんタイプだからさ、同期に比べたらほんまに散らかす人ってめっちゃ散らかすやん。ほんまにすぐ出れるようにしてんねん。もう昨日もやけど全部机に入れてって、机じゃないわ、カバンに入れてったから、もう終わって着替えたらすぐ出れる感じやったし、でやりすぎて部屋の中は汚いねんな。なんかもう疲れる、家帰ったらいろんなとこに集中しすぎて。ゆきのちゃん？そうかな。あんまりめっちゃ汚くもないし、片付いてるとも思わんけど、普通別に。ゆきのちゃんは普通。学校行くよ。行きたくないけどしゃあなかったら行くよ。でも気持ちはわかるよ。人に見られたくないからっていうのはめっちゃわかるけど、さすがに私は匂いが無理。ほんまに現代人は疲れすぎる。桜田さんはすごい汚い。あ、桜田さんが汚いんじゃなくて桜田さんの机が汚い。え、アドリブじゃないよ、エンジン。やらエンジンって聞いてたから円になるんかと思ったらまさかの一列やった。だからあのエンジンのつもりでおーってやったらみんなこっちやった。気まずーと思って。しかもいつも勝ち気元気やる気じゃなくて、は迫力満点、力を合わせて気持ちを一つにみたいなやつやからさ、そうそっちかってエンジンかと思ってた。一列でした。まとめ何の話してる？
いや、ゲームなんかやらんけど。桜田さんは散らかってるな、常に。なんであんな散らかるやろな。え、片付けたくなれへん？なんか、ああごめんよってなるやん。なんか特に狭かったらさ、自分のスペースに広げようとはなれへんやん。あー狭いですよねってなるやん。だから私はもう常に縦型に起こしてやってる。いかにそのスペースを小さくするかって。で、狭すぎて私座ってないしな、昨日。いや、座れんねんけど、座ったら狭いね。私が4人並ぶねんけど、きっつきつやねん。で、1人先輩やねん。で、あと8期3人やねん。で、別に座れんこともないねんけど、邪魔やんからもう座らんことにした。で、みおちんとこに喋りに行った。もうそっちの方がなんか広いかなと思って。いや、ちゃうねん、いいと思うで。確かに、じゃあねん、いいねん、全然。私は別に迷惑してない。なんでなんやろなと思って。え、だってさ、帰る時とかにさ、やばいやばいってなるやん、散らかしてたら。それも嫌やから、自分やったら散らかせへんってだけ。別に散らかしてるの見てわーとはなれへん。別に何でもいい。ものすごい自分のスペースがもうないってなったらちょっと嫌かもしれへんけど、別にそうじゃないから。自分のスペースで広げてるだけやから、普通何でもいいかな。そういうの、隙間狭かったら座らんな。わざわざすいませんとはなれへんかも。電車今回のライブはずっと宮内と一緒におった。新芽も多いからさ、ずーっと。あ、新芽っていうのは、あのゼロを挟んで対象におる人のことな。どこまでがさ用語なんかわからんくてさ、上下とか言いがちやけどさ、なんか分からんかったらあれやから説明しなきゃな。かなこちゃんのやる気、あーそれじゃない。でも8期のそれじゃ、そっちもあったんやと思うけど、勝ち気元気やる気もあったんやと思うけど、多分あった記憶もあんねんけど、メジャーなのはあれですね、迫力満点の方、力を合わせて。政治家？中国やったら、そうなん。目が乾燥する。インスタ始めたいな。で、次の17の時に言おうかな。配信中に言ったら断られへんじゃんひどいよね。コンタクト入れたことない、カラコンも入れたことない、いつもらがんけど、疲れによって乱視の度合いが変わってくる。見えへん時もあるし、見える時もある。今は別に目が乾燥してるだけで乱視はひどくない。
めっちゃ見える今日。なんか疲れたら見えへんくなる。しおみさ、この配信、毎日配信にもさあんまり意味感じてないねんけどさ、なんかもう数字稼ぐだけみたいな感じなんだけどさ、だってそれやっててもフォロワーがめっちゃ多いわけでもないやん。なんならもう抜かされてってるし、どんどんなったらやる意味なくねーってなってんねんけど、って言ってもな、みんなには2個の選択肢しかないもんな。じゃあやめたらあかん、そんなやめてよ、やめないでよって言うかの2択しかないもんな。そうわかんないけど、切符？いや気合で見たらわかるけど、曲中には見えへん、集中してるから。MC とかでやったら見える。ペンライトが見えたら気合で見る。ペンライトはめっちゃもう全部見えんねん。だから、あ、水色とオレンジおったって思ったらめっちゃ頑張って見て、ああの人やって、だから見えてるよ割と。何の話、本気出すわ、へこむから。ショールームの話。みんなは別にどうでもいいやん、なんか自分じゃないからさ。でもこうやったら、そんなことないよしか言われへんと思うけど。2階席眩しい、ライトが、ステージの光が。それはどっから見ても眩しいんちゃう？だってステージから見ても眩しいもん。全然見えてるよ。サイズはもちろん見えんねん。で後ろも見えんねん。2階は見えへん、さすがに。あと端っこによって反対側の端とかは見えへん。普通にペンライトが見えたら見える。さあ、まあいいや。なんかどうせみんなに喋ってもな、解決せえへんの分かってるから言いたくないねんけど、毎日やってたらこうなるよな。相談できる人一人くらい欲しいわ。誰かおらんかなって言ったら、絶対 みんなな、こぞってな、メンバーの名前を出してくんね。そういうことじゃないって言っても絶対出してくんね。で次はなんか身内のあれを出してくるけど、今でおらんって言ってんねんから、そのみんなが知ってる範囲内で出してきても当たるわけないのって。なんねんけど、お昼ご飯だそうです。ランキングも元気ないから、ちょっと最近読まんでいい？最近っていうか、なんていうの、この先数日間、すいません、もう元気ないわ、さよなら。